アイリーン・ウッズ・アイリーン・ウッズは、アメリカ合衆国の女性声優、歌手、画家、ニューハンプシャー州ポーツマス出身、夫は作曲家のエド・ショーネシー。ウォルト・ディズニーのアニメーション映画、シンデレラの主人公、シンデレラ役の声優として知られている。幼い頃から演技を学び、1944年の夏に、ラジオ放送の冠番組、アイリーン・ウッズ賞でデビュー。 あとに、カリフォルニア州に活動の拠点を移す。1948年、ウッズの友人であるマック・デイビッドとジェリー・リビングストンがシンデレラの劇中歌の作詞を担当しており、ウッズはデイビッドらが作詞した夢はひそかにやビビディバビディブーのデモテープの収録を任された。そのデモテープを聞いたディズニーがウッズの歌声を大変気に入ったため、 他に300人以上ものオーディション参加者がいたにも、かかわらず、ディズニーが、デモテープを聞いたわずか2日後に、本編のシンデレラ役に抜擢された。フランクリン・ルーズベルト大統領の邸宅で、同大統領のために、ホワイトハウスにて、トルーマン大統領のために、それに出兵中の兵士と海兵のために歌唱した、経験を持つ。1985年に、肖像画家に転校した。 2010年7月1日にアルツハイマー型認知症のためカリフォルニア州ロサンゼルスカノガパークにて死去した。ロサンゼルスタイムズに掲載されたオットエドショーネシーのインタビューによると晩年の鬱は症状により周囲の出来事にほとんど興味を示さなくなっていたがシンデレラの挿入歌、夢は密かにが聞こえると嬉しそうな様子を見せたというありがとうございます。